東海市市民大学やさしい古典の講座の皆さんこんにちはおお元気でで過ごしでしょうか。えー、去年あの1年かけて、えー、この教科書を1冊読み切る予定だったんですが2月以降講座が持てなくなってしまいまして、えー、今回はあの随筆が中心だったんですが近世つまり江戸時代の随筆3つをやり残してしまいました。 でえー、後期から始める講座は新しい教科書を使いたいと思いますので、えー、これをどうしようかなと思いましてで、えー、恥ずかしながら、えー、YouTube にに挑戦しししてみよううとということにしまフナデれでちょっとあの聞きづらいこともあるかもしれませんが、えー、よろしかったらやり残した3つの図筆を、えー、一緒に読んでください。えー、教科書をお持ちの方は、えー、80ページを開いてください。 ではよろししくお願いしますえそれでは、えー、これから読むあの文章は、えー、文章が入っている本は「成山祈壇」という本で、えー、定山は人の名前ですね湯浅定山という江戸時代初期の儒学者、えー、この人は岡山藩主でもあります。えー、この本ができたのは1770年。 30巻からなる随筆でその内容は、えー、戦国時代から江戸初期までの名称などの逸話、えー、つまりエピソードですねそれを書き記したものです。で今回はその中のお話、えー、太田道館についいい、えー、いてて書ある話を読みたいと思います私は小学生の頃この話を聞いた記憶があるんですが。 え皆さんも多分どこかで聞かれたお話だと思いますでは行ってみましょうはい、えー、それではいつものようにみんなで声を出して読んでいきたいと思いますじゃあお願いします山吹の花湯浅定山太田左衛門の大夫餅助は上杉定正の長子になり 狩りにいでて雨にあいある小屋に入りて「美濃をからん」というに若き女の何とも物をばわずして山吹の花一枝下りていだしければ花をもとむるにあらすとて怒りて帰りしにこれを聞きししとのそれは七え八え花は酒ども山吹の 身の一つだに泣きそう悲しき。という古歌のいなるべし。という。持ちす驚きて。それより歌に志を寄せけり。はい。えー、それでは最初へ戻りまして。えー、この太田左衛門の台夫持ちすけ。左衛門の台夫は役職名ですので。 ええ、まあ、太田望助ですね。で、彼は、あの、出家して、えー、道灌と名乗りますので。まあ、いわゆる太田道灌。以下、道灌というふうに言わせてもらいます。で、まず、あの、道灌について。簡単に解説をします。はい。えー、この絵は、あの、道灌の子孫が描いた道灌像だそうです。 えー、没年は1432年から1486年室町時代後期の武将で、えー、関東の方で上杉氏に仕えて重く用いられました。で築城兵法に長寿、学問文学も好んだということであのいわゆる文武両道の武将として有名な人です。 では次行きましょう。えー、で上杉定正の長身,なり長身っていうのは重く用いられている、まあ、家来ということですね。でその、えー、道館が鷹狩りに出かけまして鷹狩りに入て雨に遭い雨に降られてしまったそこである小屋に入りて、まあ、その辺にあった多分粗末な小屋に入ったんだと思います。 で、雨具を借りたいということで「美のを借らん」運「ん」は無というやつですねあの水量意志です借りようと、えー。と言ったんだけれども若き女の何ともものをは言わずして山吹の花一枝降りていだしければ、えー、若い女性がですね、えー、無言のままで山吹の花の咲いた枝を、えー、一枝道、えー、かに差し出したわけです。 で道官は「花を求むるに晴らすと」と、ね「雨具の美のを貸してくれ」と言ってるのに、えー、この女は何だって花なんか差し出すんだって,だってことで、えー、彼は怒りまして、えー、怒りて帰りしにとで。ところがですね、えー、帰ってからある人にこれを話したわけです。そうしますとこれを聞きし人の それは「七重八重花はけども山吹の」「身の一つだになきぞ悲しき」という古家の稲るべしというえそれは、えー、古い歌を踏まえたものなんだと。でここで、えー、この人が言った「七重八重花は酒ども山吹きの」 身の一つだに泣きぞ悲しきという歌について解説しましょう。え実はこの歌はえ直線集の一つである五洲違歌集の中に入っている歌でして、え中継佐野京金明ら新のこの人はあの第五天皇の王子の一人なんですが、え彼があの読んだ歌として書き記されています。えちょっと一箇所だけあの。 本文の方では「悲しき」などでちょっと違うんですが、まあ、中身からいって明らかにこの歌です。で、えー、この歌には「け言葉がありますね、えー、七重八重花は咲けども山吹」の「山吹」っていうのは、えー、写真あの左上の方が私が近所で撮った写真なんですが普通一重なんですが中には下の写真にあるような「八重の山吹」っていうのもあるんですよね。でえー この歌には掛け言葉がありましてこの「実の一つだにっていうのに花の跡にできるあの、えー「実」っていうの「みの、えー」っていうのと、えー、今貸してくれと言われた「みの」これが引っ掛けてありまして、えー、でまあ 要するに美,濃美濃を貸してくれと言われたんだけれども、えー、残念ながら美濃がないよっていうことを身、まあ、にかけてあの言ったわけですよね。 でちなみに私知らなくて教室であの生徒さんに教えてもらったんですけれども「えー、山吹は八重はね実をつけないんですよね」って言われて「あ,あそうなんだ」と言って納得したんですが「怪しき」は不思議だっていうことですが、まあ、本文のは悲しきなので、まあ、悲しいということなんですが、まあ、山吹の八重山吹の花で実の、えー、がないんだということ残念ですがありませんよっていうことをとっても あの優雅に表現したわけです。はい、これを聞いて、ええー、望助は大変ショックを受けます。あのー、ね、その小屋に粗末な小屋にいた若い女性が、えー、そんな古家を踏まえた。あの大変こう優雅なやり取りをしてくれたにもかかわらず、自分はそのことを全く理解できないままに怒って帰ってしまう。 なんという無粋なことをしたんだろうということで、彼は深く反省しまして、それからやはり歌もちゃんと勉強してたしたまなきゃいけないということで、えー、彼はまあ一流の歌人に成長した、まあそのきっかけになったお話だということです。えー、ここでまあオタドカについて、えー、もう少し付け足して解説しておきましょう。 えー、それでは最初にもお話ししたところですよね、えー、もう少し詳しくいってきますとまず彼は江戸城を築いた人ですあの何にもないところにここに城を作るで、まあ、今の首都東京の出発点を作った人ですで城作りあるいは城を攻め落とすことにも長けていました、えー、それから、えー、30回ぐらい戦っているんですが負け知らずの武将であった 一対一の一き口から集団軍法みたたいなところへ持ってって人ですそれから、えー、歌合わせをやってみたり、えー、レンガを読んだり漢、えー、視も作っているというまさに文武領土という武将だったわけです、えー、ところが残念のな亡くなり方をしていまして、まあ、彼がすごすぎたので、まあ、下国城の時代主君が不安になったということなのか あるいはあの道館の活躍を妬んだ家来が、えー、残言をしまして主君がそれを信じて、えー、打ってしまったのか、えー、お風呂上がりを打たれて亡くなるというちょっとあの気の毒な亡くなり方をしています。で大変あの、まあ、こういう武将ですから、えー、後の時代にはいろんなエピソードがいっぱい生まれています。山吹の花も ま、同館のお父さんも歌をたしのぶへの人ですから、本当にあのたしだみがなかったってことはないのかもしれないなと。ちょっと疑ってはおりますが、中でも一番有名なエピソードがあの山吹の花の話です。えっと最後にちょっとおまけコーナーですねえ。鷹狩りに出かけて <laughs> というあのところで始まってますので、ちょっと鷹狩りについて。 えー、たまたま徳川美術館行った時に徳川園へ寄りましたら、えー、高庄さんの,あの講演会をやっておりましてそれがとっても面白かったので紹介します。 あのまあ、人類は鷹狩りとか鵜飼っていうのはそれこそ何千年も昔からやっていたようで日本では仁徳天皇の時代にはもう鷹飼いべっていうのがあったと日本書紀に書いてありますし「万葉集」の中でも大友のやかもちが飼ってた鷹がいなくなって悲しいと嘆いてる歌を読んでたりします。あとと平安時代の文学にもちら,ちらと登場ししますしそれからあのキリンが来るを 見ていてもえ鷹がよく贈答品に使われたりしておりましたねで、えー、あとおまけで高松さん説ですけれど、えー、信長と秀吉の接点はどこだったのかとである時信長が、えー、大事にしていた鷹がえ木の高い枝に止まった時に足っって言って言あの足につけている皮が枝に引っかかってしまって降りられなくなってしまうそしたら通りかかった少年が お猿さんのようにするするするとあの木に登ってそれを助けてくれたということでこれが木下藤吉郎になったと鷹狩りのおかげで歴史が変わったというのは高匠さんの説ですが真偽のほどはよく分かりません。えーと 講演の後実演をしてもらいましたのでちょっとこの、えー、ビデオをご覧ください向こうの高少さんの手にいる高手に止まっている高が、えー、こちらの高少さんのところへ飛んできますはいではスタートはいとても綺麗であの素敵な高でしたはい、えー、お疲れ様でした、えー、今日の部はここでおしまいです。 えー、また10月になる前に残りの2つも読みたいと思いますのでその時はよろしくお願いします。えー、できれば「あの国語塾さくら」でチャンネル登録をしていただきますと、えー、次の講座が、えー、見ていただけるかと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました